はい、じゃあ第2話いきましょう。おう、視力検査の列はこっちやで、並んでな。ほんならしゃがんし配るで。しゃがんしって言うんだ、あれ。片手で片目塞ぐやつ。うん、それにしても今時しゃがんし使うなんてアナログなんちゃう。確かにええやん。古き良きを感じられてええやん。なるほどな。もうそれもそうやけど、このような昨今ね、まあ、消毒をね念入りにしないといけないけどね。あよって使い終わったやつ消毒せな。そっちの列も順番来たで。おお、たく相変わらずケンヤはせかせかしとるな。今はせかせかせな。いや、勇士はトロクサイはそっちの列の進み遅いで。そのようなペースでやってたら日暮れてまうこれに関してはケンヤさんの言う通りですね。はあ、丁寧で落ち着いてるって言うてほしいわお互いマイペースだね。お、日吉、大鳥もいる。俺の番なんですが、まだですかね日吉、ちょっと日吉、顔が険しいよ。睨んじゃダメだって。普通に先輩睨んでんのかこいつ。やるな。違う、睨んでない。コンタクトを外したから見えにくいって相手だ。あ、そうなんだ。ってコンタクトしてたの？え知りませんでした。裸眼じゃないんだ。日吉くんコンタクトなんですね。ああ、そっか、視力検査だもんね。ああふんじゃねえよ。とすまんな日吉。ほな始めようか。宍戸さんと一緒じゃなかったな、大鳥。ほな次はさあ。おお、跡部と戦国か。これまた変な組み合わせだ。俺だ、しゃがんしをよこしななんでそんな偉そうなんだろうな。おお、跡部君の視力検査か。レアなものが見られそうだ。ああ、そっか、みんなに見える形での検査になるからちょっと面白いかもね。まあでも言うて 2.0 までしか測んないんでしょ。あ、どうなんだろう、ここのことだからな。どこまで測るんだろうな。へえ、跡部さんでも視力検査するんですね何点何まで測るんだろう。いえ、そりゃするだろただの視力検査も跡部くんがやると絵になっちゃうね。はい、かっこいいです、宍戸さん。宍戸さんそこにいないけどね。まあさすがの貫禄といったところですね。跡部、ギャラリーがにぎやかやけど行くで跡部。いいぜ、来な。うん、ほなこれはなんだ。ふんじゃなくてふんじゃなくて上下右左で答えてああ、いや、集中線入れるほどのことか。右だじゃないよ派手だな。やっぱこのイベントストーリーやっぱちょっとバグってるわ。よし、こっちのグループ終わったで。うん、こっちもや。とりあえず一段落やな。なあ、次のグループが来る前に俺らも検査しとかへん？おお、いいアイディアですね。てか有志これ裸眼なんだよな、実は。伊達メガネなんだよな。せやな。そうしようか。あれ、コンタクトな？コンタクトかどうかは分かんないけど、このメガネはとりあえず伊達なんだよね。お？伊達メガネを外すときが来たな。伊達メガネなんだったら別に外さなくてもいいんじゃねえのか？いやいや。伊達やからかけたままでもええやろ。うんうん。うん。あかん！よくないわ。邪魔やろ。俺が外してるどこまで世話焼きなんだよ。あかんってお前さっき半袖じゃなかっただろ。さっき半袖でやってたんですね、実はね。あー、もう一番下はもうなんて書いてあるか全然わかんねえや。どこ向いてんだろうねこれね。お前視力がもうわからんわ。この伸びてきてる手はケンヤさんの手だったんですね。てかこの絵見たことあったっけ。そもそも覚醒前だから初見の可能性あるな。やめえや、だってなんでや。むしろなんで外さへんのやここは普通に外すとこやろ。いやでもだって伊達なんだもん。いいじゃん別に。せやない。これはええねん、このままで。お前な、ほんまかたくなやな。おい、ええからその手はよ引っ込めや。いや、有志この絵いいな。さあ、じゃあ第3話いきましょう。さあ、お、雪村くんじゃないですか。こちらが握力測定器です。どうぞ。ありがとう。それじゃ行くよ。雪村意外とパワーあんだよな。お、ちょっとせんがめしちゃおう。尊いね。はい、それだけです。お、文太もいる。よし、こんなものかな。お、拍手の音が聞こえてきたよ。そんなのもあんだ。意外と細かいな。これはお見事です。何キロ？いいですね。涼しい顔でなかなかの数値を叩き出しましたね。だから何キロ？さすが雪村くんだろい。だから何キロ？よし、俺も負けてられないぜ。次、測定し行くやろ。全然数字教えてくんね。まあ数字出したら今後いろいろと不都合起きるもんな。ええ、お任せください。ご検討を祈ります。お、文太が頑張ってる。文太パワータイプじゃねえからな。大丈夫かな。おや、気合が入ってますね。丸いの顔真っ赤だ。なあ、どうですが、いい結果でしたが雪村くん超えはなりませんでしたね。あ、そうなんだ。やっぱり雪村くんつえ。ああ、やっぱり。まあよく頑張ってたけどね。では、さて次の方は誰？よっしゃー。おー、金ちゃん赤髪が続くね。やっとワイナバンや、やったるで。はい、どうぞ頑張ってくださいね。銀ちゃんに対しても敬語。あり、これどうやって持つんやったっけ？だいたいわかんだろ。簡単です。やり方をお見せしましょう。優しい。だいたいわかるだろとかで済ませないんだね。優しいね。こうスタイリッシュなポーズで構えるんだったの。なんか変なの教えてないか？ニオ君。悪ふざけはいけませんよ。いや、こうだろい。そのポーズのままくるっとターン。ふざけてるな。まったく。2人とも真面目にやってください。はしゃいでるな。おもろし、かっこええわ。せやけど。確かにかっこええけど、金ちゃん、あれはちゃうで。そうなん。白石、やってみせてや。ですね。でもここまでさ、関東の2人がボケたらさ、白石もボケなきゃいけないって思っちゃうんじゃない？でしたらついでに握力測定をしてしまってはどうですか？ああ、いいアイデアですね。せやな。そうすれば無駄がないわ。ほな、やるからには本気でやらせてもらうで。目指すは雪村くん超えや。どっちが強いんですかね？いいね。お手並み拝見といこうか。頑張れ。スタイリッシュなポーズは結局しないで真面目にやるってこと？ああ、白石めっちゃ本気や。お、粘りますね。いるよね、ずっとこうにぎにぎしてるやついるよね。測定するのは瞬間的な力じゃき、粘っても意味がない気がするぜよ。そうなんだよね。ここが限界や。すっげえ汗だぜ。そうじゃな。さっきの丸いと同じじゃの。だいぶお疲れだな。いかがでしょう。少しクールダウンをしてはどうですか。お水をどうぞ。優しい。ああ、おー。へえ。てか握力測定でここまでバテることないだろう。こんな座り込むことなくね。すごいな。握力測定でここまでバテるほど力出し切れるってすごいな。白石かっけえな。あー、つい熱くなってもうた。すごい集中力でしたね。結果は上々ですよ。ほんなら。ならよかったわ。雪村くんとはどうだったんだろうね。汗が引くまで少し待っててや。すごいな。握力測定でこれだもんな。己の限界を引き出すのうますぎんだろう。